みんなはどう思う？ハルがリーダーはやだよってやついる？じゃあ逆に、ハルがリーダーで賛成ってやつは拍手。ハルくん、頑張れ！ハルくんがリーダー、なんかかっこいいね。賛成！まあそういうわけだ。頼むぞリーダー。それじゃあリーダーには早速最初のクエストをこなしてもらおうか。このグループ、まだ名前らしい名前ないだろう？それに、いつまでもあのババアにクソガキどもって呼ばれるのも面白くないし。だからハル、お前にこのグループの名前を決めてほしいんだ。なるほどね。それはいい考えかも。僕賛成。いいんじゃない？ハルキのチームなんだから、ハルキが好きなように決めれば。もうそれ僕中心のチームだよね。というかそうなったらみんなのこと。鼻くそ食べ太郎 A、 鼻くそ食べ太郎 B って呼ぶからね。タコマくんひどいよ。うん、みんなも巻き込むなんて卑怯者のすることだよ。僕だって鼻くそ食べたのは嫌なんだよ。野球チームでも作るのか？悪い悪い。でもいいじゃん、桃よかをハイターズ。なんか悪と戦う正義のチームっぽく聞こえなくもない気がするし、このチームらしいよ。正義のチーム、すっごくいい。佐久間くんにぴったりだよ。
ねえねえハルくん、それじゃあ今日の私たちのクエストは？せっかくみんないるんだし、全員で何かしようよ。ハルくんがお菓子をおごってくれるの？罰金ファット？これで本当にみんなで駄菓子屋さんに行けるんだね。私もうお腹すいた。はーい。イエーイ。いや、それがその…ねえねえ姉ちゃん、僕今日の分のお小遣いもらってないんだけど。ああ、それならまとめて預かってるから安心しな。
いや、姉ちゃんがそれ言うとちっとも安心できないんだけど。全部一人で使わないでよ。心配すんなって。とりあえず刀だけで増やしてくるわ。ってこれ、せめて僕の分は置いてってよ。いや、よく考えてみろ。一人当たり1000円のお小遣いを5000円に増やせるかもしれないんだぞ。むしろゼンロスの未来しか見えないんだけど。エクジナシメ、姉ちゃんこそ現実見ろよ。まあいいや、とりあえず私は刀抜き行ってくるわ。ハルくん、気持ち悪い。チョコバナナでしょ？から揚げ、綿菓子、たこ焼き、カステラ、あんつ飴、あとフランクフルト。ああ、でも1000円なんてあっという間だったな。そうだね、屋台って駄菓子よりずっと高いもんね。でもその分、1000円をどうやって使おうかなって考えるのも楽しくない？寿司屋さんには売ってないものばっかりだし、ワクワクするよね。私、友達と一緒にお祭り行くのが夢